高知の競技大会全プロで、スプリントですね、はい、天貝選手を制しました、川端選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回500バンクでの、スプリントの勝負になったんですけれども、そのあたりっていうのはいかがでしたか？正直ちょっと500バンクは苦手だと思ってたんですけど、自分が先行してそれを刺されるというイメージがあったんですけど、なかなかそういう展開にならなかったので、展開の部分では自分に向いたかなと思いました。すいません。じゃあ、今回、決勝、予選とかで、晴れからちょっとね、午後雨一回降ってっていう感じありましたけど、そのあたりの変化っていうのありましたか？ちょうど自分が走る時には上からの雨っていうのは止んでたので、多少の路面の濡れはあったんですけど、そこまで気にならずに走ることができました。ちなみに今回、優勝したというところで、市の杯の理事長杯出場決まりましたけれども、そのあたりに向けてっていうのはどうですか？乗れたからにはしっかり、特選でも理事長杯よりもどちらでも乗れればと思ったので、理事長杯に乗れたのでしっかり頑張りたいと思います。ありがとうございます。はい、では、ファンの皆さんに一言お願いします。はい、なかなか競技で見せる機会というのはないんですけど、なんとか自分のいい走りを見せることができたので、またこれ競輪につなげて頑張っていきたいと思います。またお願いします。